皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、大阪府がですね、なんと全国旅行支援にクーポン上乗せしますっていうのをね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、全国旅行支援がですね、2023年以降もですね、再開されるわけなんですけども、前回ね、こちらの動画で解説させていただきました通り、2023年以降の全国旅行支援っていうのは、割引率がですね、今までは 40% なんですけども、年明け以降に関しては割引率が 20%、 またね、クーポン額もですね、休日はね、据え置きなんですけども、平日のね、分がちょっと下がったりしてしまうんですよね。まあこういった感じで、まあ継続されるけどお得度はちょっと下がるみたいな、まあそういった感じだったわけなんですけども、なんとですね、昨日大阪府がですね、このね、クーポンを上乗せしますっていうことをですね、発表いたしましたので、2023年以降ね、ホテル修行検討されている方、ぜひねチェックしていただければなというふうに思いますのと、今回ね、大阪府がこういったね、上乗せキャンペーンを行ったということで、これね、他の自治体でもですね、行われる可能性もね、出てくるかななんていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ではね、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思うんですけども、上乗せ期間はですね、2023年の1月の25日から2023年の2月の28日までっていう風になります。で、上乗せの対象プランですね、平日1人1泊あたり7000円以上の日本中から大阪いらっしゃいキャンペーンのプラン、休日に関しては1人1泊あたり4000円以上の日本中から大阪いらっしゃいキャンペーンのプランっていう風になります。今回ね、このプランが対象になる感じですね。で、予約開始が2023年の1月の5日、既存予約は対象外っていう風になりますんで、今現時点では、まあ、ホテルをね、調べておくぐらいしかね、やることはございませんので、既存予約してもね、こちら対象外になりますんで、この点はね、注意してください。で、上乗せ分のクーポンですね、1泊1人につき平日3000円、休日2000円の上乗せっていった形になります。ですので、合計はですね、平日5000円、休日3000円っていった形になります。これね、大阪府本当にすごいキャンペーンをね、打ち出してきましたよね。この全国旅行支援ね、まあ、年明け以降も再開されるっていう風になりまして、おーすごいなっていう風に思ってて、まあ、ちょっとね、割引率が下がってしまって、まあ、もう一声って思ってる方もね、いらっしゃったと思うんですけども、これね、大阪府ね、上乗せキャンペーン入れてきたっていう風になりますんで、ちょっとやっぱりね、大阪府やり方が本当に上手ですよね。多分他の自治体でもなんかされそうな気しますよね。どうなんですかね、これされたらね、まあいろんな都道府県でね、かなりお得に利用できるっていう風になると思うんですけども、もしね、これで他の自治体がやんなかったらね、大阪かなり集中するのではないのかななんていう風に思うんですけども、いやね、本当にすごいキャンペーンをね、入れてきましたよね。それでは次に、今回ね、上乗せがね、発表されまして、まあどういった感じでですね、利用できるのか図でね、見ていきたいなと思うんですけども、今のね、現状、上乗せ分がない場合は、こういった形になります。こちらは、ホテルをね、一泊宿泊した計算で、ホテル費用が15000円の場合ですね。で、割引率は 20%。これが現金割引分ですね。で、クーポンが平日2000円、休日1000円っていう風になります。これがね、現状っていう風になりますんで、15000円のね、ホテルに宿泊すると3000のね、割引が 20% ですね、受けることができて、支払額が12000円っていった形になります。これがね、上限っていう風になりまして、クーポンはですね、平日だったら2000円で、休日だったら1000円がね、もらえる計算っていった形になります。これが現状になるわけなんですけども、今回ね、発表された大阪いらっしゃいキャンペーン2022上乗せ分を入れると、こういった形になるんですよね。15000円のホテルを宿泊すると現金割引は3000円、 20% ですね。で、実質の支払額は12000円。ここはね、今回割引率っていうのは変わらないんですよね。で、クーポンがね、変わるっていう風になりますんで、こういった形で平日は5000円、休日は3000円のクーポンがもらえるっていう風になるんですよね。いやね、これめちゃくちゃいいですよね。まあ、12000円は支払うんですけども、クーポンはね、平日であれば5000円分もらえるっていう風になりますんで、まあ、実質はね、7000円、まあ、休日であればですね、実質9000円で利用できるっていう風になりますんで、これね、大阪府本当にめちゃめちゃいいキャンペーンを入れてきましたよね。で、今回のキャンペーンなんですけども、対象プランが平日1人1泊あたり7000円以上の
大阪いらっしゃいキャンペーンのプラン、また休日であれば1人1泊4000円以上の日本中から大阪いらっしゃいキャンペーンのプラン、これが対象っていう風になりますんで、これね、平日だったら7000円以上1人ねっていうのが条件っていう風になりますんで、この点はね注意していただければなという風に思うんですよね。平日で2人で7000円以上のホテルとか泊まってもね、こちらキャンペーン対象になりませんので、この点はね本当に注意していただければなと思います。平日と休日でね条件が分かれておりますので、これねちょっとややこしい部分で間違えちゃう部分でもあるかななんていうふうに思いますので、この点はね注意していただければなと思います。ということで今回ですね、ちょっと速報というところで動画ね撮らせていただきましたけども、いやね大阪府本当にやり方が上手ですよね。これね今回大阪でキャンペーン発表されましたので、今後ね他の都道府県でね開始になることもねかなりね予想されると個人的には思っておりますので、どうなりますかね、同じようなキャンペーンが他のところで追加になるか、もしくはもっと上乗せしてくる都道府県ももしかしたらあるかもしれないですよね。ちょっとこればっかりはわからないですけども、これもねかなり期待していきたいなというふうに思います。ぜひね2023年大阪のねこの全国旅行支援ね利用してみるっていうのもかなりお得になりますんで、ぜひね検討してみていただければなと思います。またね先ほども言いましたけども、既存予約は対象外っていうふうになりますんで、まあ、ホテルはね調べておくのはいいと思うんですけども、予約はねしないでいただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。